リボルディ作曲フルート小練習曲かわいい練習曲オーパス131のナンバー15を解説していきます。この曲はクレッシェンドデクレッシェンドがたくさんあります。なので、このメロディーの中にあるこのクレッシェンドデクレッシェンドの山をよく考えて演奏していきましょう。あとはこういうディミニュエンドの終わった先は綺麗に収めましょう。この2拍の中にあるこのクレッシェンドデクレッシェンドとかも表現してみてください。2段目もこちらディミニュエンドの先を綺麗に収める。でピアノの高いミの音、こちら難しいんですけど繊細に演奏しましょう。息のスピードが大事です。緩やかすぎないように息のスピード速くしてアパチュア狭くして出してみてください。ここのソの音もフレーズの終わりなので綺麗に収めましょう。装飾音符もね、雑にならないようにしっかり表現していってください。4段目のところ、このクレッシェンド、デクレッシェンドのその山がフォルテになってるんですけども、その後すぐにピアノになってるのでここ注意してください。で、ここから少しテンポ速くなります。で、またこのクレッシェンドデクレッシェンドがあるんですけども1小節1小節2小節1小節1小節2小節のクレッシェンドデクレッシェンドになってるんですね。でそれで山が1小節目メゾピアノ、次がメゾフォルテ、その次がフォルテと山の頂点になるところ、頂点の強弱が違うのでそこもしっかり表現していってください。次のところはメゾフォルテ、その次がフォルテ、その次がフォルテシモになっているのでしっかり響きよくバランスをねよく考えて演奏しましょう。でここからスラとスタッカートの形が交互に出てくるんですけども軽快に演奏しましょう。ここは響きよく高い音で、その次こことここですねが音階のレガートになっているので綺麗に滑らないように演奏しましょう。最後の一段は元気よく演奏しましょう。ガリボルディ作曲フルート小練習曲かわいい練習曲オーパス131のナンバー15を解説しました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。私は東京の自宅にて小竹向原音楽教室を開講しております。年齢性別問わず初心者からアマチュアフルート奏者の方、音楽高校音楽大学を目指す学生、吹奏楽部でフルートを吹いている学生など、もっとフルートが上手になりたいと思っている方はぜひご連絡ください。動画の概要欄から詳細が見れます。また Twitter、Instagram、LINE アットもありますので気軽にご連絡ください。そして YouTube のチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。